コロナから回復した人々でも冬の間油断しないようにと呼びかけられていますほとんどの場合感染してから少なくとも3ヶ月は免疫がありますがその期間内に再感染するのはごくまれで,ではありませんジョーダンラットが報告しますターニアグレン・ガリーは隔離された生活を送ることに慣れきっている彼女は2ヶ月足らずで2回目のコロナ陽性となったまさか信じられない正直言って 再感染してていたなんてこのオークランド市の学校の先生は3月29日に初めて陽性反応を示し5月20日に再び陽性反応を示しました1回目と2回目は全く違いますね前回は本当に疲れて無気力で頭の中に霧がかかったような感じでしたが今回はインフルエンザのような感じですこれは私たちが考えていたよりも一般的になってきているようです私たちは 免疫力は半年から1年続くと思っていましたしかしコロナ対する免疫力はかなり個人差があることが分かりましたしかし短期間に何度も感染するのは検査の仕方のせいかもしれない多くの場合抗原検査で偽陽性が発生していますなぜなら鼻腔内にウイルスが残存しているからです専門家の説明は混乱させる話です 3>, 3ヶ月以内に症状が出た場合は家にいることが大切です インンフルエンザかもかももしし、しれれなないい。風邪コロナの再感染の場合はめったにない取材に対し厚生労働省は次のような声明を発表した免疫力の低下初感染が軽度であること別の種に陽性であることなどさまざまな要因で再感染率を監視しているこのことは現段階ではコロナ後遺症につながるわけではないしかし専門家は再感染がいずれ標準になることを示唆しています コロナウイルスは、風邪のウイルスと同じように、年に数回感染するような状況になると予測している人もいるようです。私は再感染はないと少し安心していたのですが、どうやら違ってました。信頼できる迅速抗原検査の隠し場所は、今後しばらくは家庭の必須であり続けます。ジョラット・ワンニュース